今脱がせたいフォロメンは誰で、ふぶき先輩言ってたね。そう、あのさ、フブティングガードが硬くてさ、確かにね、逃げられるよね。確かに確かに、それはあるね。ガードが硬いのもある。そうそう、一回だけ ASMR コラボでフブティングがガード緩くなった違ったんだけど、うん、はいはい、もうそれからガード硬くて全然さ脱がせてくれないよね。脱がせてくれない。ガード硬いのはめっちゃわかるな。あ、そうなんだ。うん、だからあのガードをねぶち破って脱がせたいなって。鉄壁だから確かに。協力して脱がせよ。あ、いいですか。ここがタッグ組んだら結構やばい。ふぶき先輩逃げて。逃げて逃げて。やっべ。まあ、確かにな。確かにね、なんか隠されると見たくなるみたいな、そういう感じもありますもんね。うん、そう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 。うんうん、確かに。ふぶき意外に。あるしな、父。そうなんですよ。ね、そんな話していいんです、いいんですか。そこをちょっと見たいところですが。私気になってますね。うん、言うてね、カナダ様も結構、うん、気になってますよね。もう、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 体に興味。もう、もう、もう。先生だけ。って、何歳